año.聞いてありがとうございます。もうあれですね。何ですか？3月です。そうですね。まあ3
月といえば卒業シーズンだったり、お別れの季節であるわけですよ。来るか。来るか。勉強してたり、なんかつまんねえ話がしてるときはすげえ鼻詰まってんなとか思うんですけど、練習したり、なんかね、こうライブとか楽しいことやってるとめっちゃスースーしてるもんだって。そうなんですよね。鼻が通るんですよっていう話でした。ナイス MC。 自分の気持ちが届くところ。